長野県の中心、長野市での美味しいもの探し。早速駅前で情報収集していると、おやつ系ダメですか？あ、おやつ系全然あるです。本当ですか？はい、ちょっと遠いんですけど、新町の新小一歩っていうおやきめっちゃ好きなんですよ。はい、あそこ行ってほしい、ぜひ。あそこめっちゃ美味しいよね。めっちゃ美味しい。え、2人ともおやき大好きなんですか？おやき大好き。おやきめっちゃ好きなの。明るいですね、お姉さん。寝起き。若い女性にも大人気だという長野名物のおやき、これは気になります。もしよろしければ取材させていただけないでしょうかというご相談でした。あ、そうですか。はい、今日ですか？そうなんです、今日なんです。急で取り繕うようもないですけど。それじゃあおいでになってみてください。はい、ありがとうございます。向かったのは市内から車で30分、自然豊かな信州新町というエリア。ありました、新小一歩さん。めちゃくちゃ分かりやすいですね。おやきって書いてあるもん、分かりやすいです。こんにちは。想像通りのお優しそうなお母さんね。こちらは地元の奥様たちが地元の野菜を使ったおやきを提供しているお店。手作りのあんが詰まったおやきが10種類以上並んでいます。お母さんのおすすめはありますか？そうですね、まあ、切り干し大根とかね。切り干し大根、今季節でお茄子の丸茄子、刻み茄子、うわー、すごい好評です。というわけで人気ナンバーワン、手作りの切り干し大根のおやきをいただきます。中も具沢山なんですよ、これ。切り干し大根も美味しい。それがこの薄皮のふわふわの生地で包まれていて、でも愛が詰まってますね。ありがとう。もうみんな喜びますね。そう、愛を感じていただけたらもう幸せ。と、ここで失礼ながら他にも美味しいグルメがないかお店の皆さんに聞いてみると、やっぱりジンギスカンですよね。信州新町 の、 あの名産です、ジンギスカンは。ジンギスカン街道って、ね、言われてますよね。そう、実は昭和の初め頃、羊の飼育が盛んだったことからジンギスカンの町と呼ばれるようになった信州新町。10軒近くお店が並ぶ国道沿いはジンギスカン街道と呼ばれているんです。近くで人気のジンギスカン屋さんとかあります？武蔵屋レストラン、開店前から皆さん並んでらして。開店前から？行列のできる人気のジンギスカン屋さん、早速取材交渉してみると、今日ですか？そうなんです、もう本当に急で申し訳ないんですが、すいません、今日なんです。そうですね、今日の今日だとちょっと厳しいですね。今現時点でちょっとお客様だいぶ待っていただいてる状態になってるので。なるほど、なるほど。5時前とかの方がありがたいです。お客さん絶対切れる時間にはなるので。本当ですか？4時5時ぐらいの間でまたお伺いしてもよろしいでしょうか？はい、わかりました。いいですか？本当にありがとうございます。はい、空いた時間も無駄にはしません。さらに情報を集めていると、中華に行かれるとなんかいろんなものが、果物がとても美味しいものいっぱいあります。はい、一体どんな果物があるのか、隣町須坂市の観光協会で詳しく聞いてみることに。こちらのポスターにもあるんですけれども、あ、ぶどう三姉妹で。ぶどう三姉妹、はい、で去年ぐらいから売り出してます。ほう、新しい品種のクイーンルージュっていうのが最近出てまして、糖度が高くて甘くて美味しいんです。クイーンルージュ、シャインマスカットと親に持つ長野県生まれの新品種、すごい。だからシャインマスカットの娘ってことですね。正確に言うと娘なのかな。いや、その辺はふわっとしておきましょうか。というわけで取材許可をいただき、クイーンルージュを育てている農家さんのもとへ。あ、こんにちは。はじめまして。宇佐さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい、いっぱいブドウが。クイーンルージュもいるんですか？そうです。
あでもたくさんなってますね、はい、あってまだちょっと多分本格的な旬というのが9月下旬からが全部いい色になってきて、うん、今ちょっとずつ良くなってきたっていうところで、はい、な感じですね。はい、細長くて赤の、まあ、もうちょっと濃くなる場合もあるんですけど、須坂市にある果樹試験場っていうところで作られてまして、2019年に登録されました、生まれたて3年前ですね。シャインマスカットと赤ぶどうの一種を掛け合わせて作られた新品種、まだ全国には出回っていない希少なぶどうなんです。クイーンルージュの食リポースって今までした人いますか？あまり見たことないかもしれないですけど。怖い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 。なので僕もどういうレあの食リポされるかなっていうのはちょっと期待をしてる。クイーンルージュの未来が私の背中にかかってるわけですよね。長野県背負ってるって言ったら。長野背負ってる？そうですね。ちょっと待ってください。ではいただきます。プリオ。プリウマ、プリプリでした。噛んだ食感はシャインマスカットに近いですけど、身の部分の硬さは巨峰とかに近いようなトロッと感があるので、もうなんか噛んだ瞬間にプリッジョッみたいな感じでした。果汁が本当に甘かったです。ちょっとどうでした、私の食リポ伝わった？これはね、ちょっと長野県がちょっとあの皆さんにもっと知っていただけるようなバッチリな食リポだったんじゃないですか。本当ですか？長野の皆さんに許してもらえますかね。はい、いや皆さん今もうおおとはあのスタンディングオベーションテレビの前で本当ですか？食リポもバッチリ決まったところで、続いてジンギスカンのお店。創業から32年、地元で愛され続ける行列のできるジンギスカンとは。失礼します。はい、おお肉は羊肉の中で最高品質といわれるサフォーク。これをニンニク、生姜の効いた醤油ダレに漬け込んでから焼くのがこの地域の特徴なんです。しっかりくぐらせてと、あー美味しそう、いただきます。うん、わっ、柔らかっ、なんこれ、はぁ、うまっ。生姜の香りとニンニクの旨味でちょっとピリ辛なんですよ。サフォークの肉質にも染み渡ってる。じゃん、はい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 、うわっ、これうま、天国。というわけで今回見つけた3つのコレうま商品の中からプレゼントに選んだのは、